歩歩いて歩いてて駅に行きましたおはよう、じゃなくて、こんばんは。<laughs> あ、もう、どうすればいいどうしたの来たよ昼はよこんばんね。気づいてくれたんだ。嬉しいよ。嬉しい。前も嬉しい。ペンギンかわいい。久しぶりに来れた。てつまるくん、やっほ。やホー。こんばん、おっしャる。 うん。言う人決まってるね。はるきアイバーとかめっちゃ久しぶりじゃない <laughs> 今日遠足だった。かわいそう。かわいそう。今日遠足はかわいそう。また話が始ま、話が始まった話す話題ないよ。ないよ、マイはいつも。ショールームやるときは。マイティーみやちゃーん みおちゃん握手会来てくれてありがとうあ、来てくれたっけあ、来てくれたよねえ、来てくれたっけあれ <laughs> あれ来てくれたっけえ、来てくれたよねあれあ、忘れちゃった <laughs>。今日のテンションは何わかんない。行ったよね行ったよねうん。いや、覚えてるよ。お前記憶力いかんね記憶力いかんね会いたかったの変顔笑っさ。 もう、今歌ったよっか歌、多分覚えた。この可愛い子誰、ね、可愛い子、見つけた <laughs> マイティの記憶力はマジでいい。あ、がちで本当に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 嬉しい。マイティいいよ。さっきのツイッター、リプン、見てないの消しとこう。 寝てたんんだもごめんね。後で見とく。後で見とく。何人のは何人かのは見たよ。じゃあ今見よっか。いや、やめとく。やっぱり。マイティン、ヤホ、久しぶり。ロジぶりいや、やばくない。青丸何、何そう言うと見たくなるでしょ そういうのは良くないと思うよ。青丸。旦那としてどうなの前の旦那って名乗ってるんでしょそうやってネチネチするのは良くないよ。分かってる私は怒るときは怒るんだよ、みんな。<laughs> 青丸もう今、ショールーム中なんだけど暗くなっちゃうでしょみんなちょっとライトに照らされといて。 眩しうん最近われわれの写真おかしいんだよなどれどれどれないのどれえ来てないんだけどちょっと待ってあごめんごめん ごめん。うん、でも、照らし、されといて。どれどれどれないんだけど。え、ないんだけど。ないんだけど。ないんだけど。ごめん、あんまりないよ。ない 照らすのをやめて、ごめんね。お、筋肉オーリ臨やん。筋肉オーリ臨やん。<laughs> ドイス感がいい。あ、嬉しい本当にマイティン、おスす。マイティン、おスす。おす。来たぞ。水売り屋会来てくれて嬉しいよ。え、夜ご飯前食べた。食べた。 食べた。あれ水売り屋会で、水売り屋会デブ。<laughs> そういうこと言わないの誰うっちーって誰もしかして緑そういうこと言わないの。そういうこと言わないの。ええ、本当に見たけどななかった。50メートル走？最高は、 7.40だけど、でも多分、今走ったら9秒くらいなんじゃない <laughs> すぐる、ありがとうえ <laughs>、ちょっとさ、もっと言ったよね。コーヒくん、コーヒくん、コーヒくん。たこ焼きは、たこ焼きじゃない。たこさんをありがとう。ありがとう。おい、うっち、うっちって緑のこと おい、うちかわいい。ありがとう。あ、1000メートル走ったよ。1000メートル疲れるよね。もう前は走りたくない、1000メートルなんて。一生走りたくない。でも、中学生のうちは、1000メートルはたくさん走った方がいいよ。おベスト出たマイティに勝った マイティン、学校の校庭で普通の靴で走った、雨の日のぐちゃぐちゃで走ったのが最高のタイムだった。<laughs> 普通の校庭で。まあいい雨女だから雨の日がベストで出るんだよね。本当に。雨の日のぐちゃぐちゃの校庭で走った1000メートルが一番タイム良かったっていう。3分25。<laughs> 学校の校庭で走ったの。 パンチミット受けたい。じゃ、ちょっと練習しとかないと。今日ジム行ってこよっかな、じゃだって筋肉オーリーに負けてらんないもん。前も筋肉オリーになるもん。負けないからアキト。あ秋人あアキトあアキトじゃんあああのアキトでしょねえ、ねえ、ねえ。来たえあ、来た <laughs> あ、人 <laughs> いや、筋肉オーリーになるんだってよ、お前だって、眉だって。ちょっと前も筋トレしないと。筋トレしないと前も筋肉マイティンにかなる。なるから。負けないから。いや、マジで、筋肉オーリーの、あの、アンよりも、マイティンのオーアイーの方が強いから、ごめんね。 もう負けてるよ普通に。あなたは負けてる。マイティンに。マイティンに勝てる人なんていないんだからね。<laughs> なんか、暗い。ごめんね。ごめんね。ひょろひょろじゃない筋肉あるもん。ふざけるな。オーリなら負けん。いや、負けてる。ええー。<laughs> 負けてる。<laughs> 今でもボクシングはしてます。してます。頑張ろう、マエティほら、鳥舵が応援してくれてるもん。鳥舵、鳥舵が応援してくれてるもん。ほら、負けた。筋肉降臨の負けだ。ガリガリじゃないよ。マエティムチムチだよ。ほら、えムチムチ、ムチムチ、ムチムチ、ムチムチ。マエルータ。 マイティ最高。ありがとう。マイティおしになった <laughs> いや、マユが告白したらオーリーは絶対即走だもん。いいよ。って言うもん。言うもん。筋肉オーリーには言わないよ、絶対。鼻の頭が。そう、マユさ。さっきまで寝たからさ、やばいんだよね。しかも鼻がいつもテカっちゃうの。 直したいよなうん。マイティンはもう、隠さないよ。あ、恥ずかしいとか言わないから。鼻の頭がテカってても、全然気にしない。マイティン可愛いありがとう笑ってマジで仕事にならない。あ <laughs> 本当に、仕事ちゃんとして、働いて、ほら、働いて、ほら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 。あんた働いてかなちゃんが悲しんじゃうよかなが悲しむよいいダジャレじゃないかなが悲しむ。いいダジャレコーヒーくん、ありがとうこの感じのショールームが一番楽しい。あ、本当に なんかもう寝たからさ、もう元気100倍なんだよ、今。だから、その元気100倍を今消耗してる。うん。寒いえかなが悲しい <laughs>、ね。寒いとか言わないで。今日オールしようと思えばできるね。明日も朝ショールームやろうと思ってるから マイティンは、ちゃんと週、週に5回はちゃんとやるから、ショールーム。週に5回は、もう、先週と先々週,週くらいはできなかったけど、ちゃんと週5回は、ちゃんとショールームやるっていうことはちゃんと頭の中に入ってるから。だからやるよ、マイティンは。みんな約束したもんね、ね。寝坊したけど、ちゃんとその分を今日取り返したから。ね。みんな、ね、ね、聞いてるね。 あれ水色厄介どっか行っちゃったのね、悲しいよ水色厄介 <laughs> 上杉じゃん。そういえばライブで、ちゃっかりキャッチコピー。<laughs> 使ってたね。使ってたね。確かに。ちゃっかり使ってた。かなが悲しむ。ちゃんと仕事しないとかなが悲しむんじゃうかんね。あ、いた。いた、水色厄介。 悲しかったよ。<laughs> 初めて来た誰が優勢じゃんクソ面白いじゃん俺もやん <laughs> だって、嬉しいんだけど。え嬉しいんだけどグッドディアーズが一番好きになったなーんてねえなんだって <laughs> じゃあ許す。はい。前をできる子だからね。うん。何 週二日じゃないわ。週五回あるから、まイは。みんなと約束したから。ちゃんと、ちゃんと、耳大丈夫ねえ。耳大丈夫 <laughs> だからありがとう。ありがとうございます。横浜いるのいいな横浜。マイティも横浜行きたい。みんな今日何があったの 私のモバメ撮ってる人は、私モバメ今日書いたから、モバメが来てるはずだと思う。多分。多分。だから読んでね。私が今日何があったか。私は何をしたか。今日。読んでね。モバメ撮ってる方は。読んでねみんな、髪の毛はやってるかな今日の朝説明したけど、髪の毛はこうやってやって、こうやってやって、こうやってやって,やって,やって、こうやってやる。ゲット みんな髪の毛で遊んでみてね。そこの君すぐるくん私にアイスクリームをくれてありがとうでもマリが食べる前にアイスクリームをこぼしちゃった !10 個もマイティは食べれない泣いちゃうよ <laughs> <laughs> モバメ楽しそう。じゃあ撮ってマイティのモバメ読んでほしいな。 マイティのモバメ読んでほしいな。ちょっとマイ、マイもシュークリームロケッツみたいにさ、守りたいっ,って思ってるみんな。マイティのこと守りたいなって思うみんなって。思うみんなマイティのこと守りたいって思いますか守りたくなるかなマイがぶりっ子したら。マイティ寒い <laughs> 寒。<laughs> あ、守りたいって思ってるあ、本当にあ、ちょっと違うかなって言われたんだけど。マイティ、今暑いな。打ちはとって。<laughs> ボクシングやってるから強いのかと。まあ、マイは守られるっていう自分で、ああ、でもな。 守ってほしいな。女の子だから。笑,笑ってるやん。今日は CD 買ったよ。カードは、マイちゃんだったよ。嬉しいよ。交換しないでね。交換したら、針千本のます。だからね。みんな、マイティンのカード交換したら針千本のますからね。聞いてる指切ったよね。ねえ。 マイティのカードを出た人は売らないでね。交換出さないでね。約束ね。約束破ったらハリセンも飲ますからね。ね。約束ね。OK。OK。オッケー。ン <laughs> <手>アチュー君が君が吹く寂しさ集。 顔に拍手拍手,拍手,拍手まるで時が止まったように可愛いいすぎてハートしたよあっちゅうこんな冬の出来事がきっかけできっと恋が始まる僕は守りたい君だけは 汚れないでね <laughs> 守りたくなるなるもっとやるね、じゃ手で守りたくなるか。早くせあっちゅう、君が、君がくしゃみした瞬間に、まるで時が、 止まったように、可愛いすぎて、ートしたよ、あちゅう。こんな冬の出来事がきっかけで、きっと恋が始まる。僕は守りたい。君だけは汚れないでね。 <laughs> あどうどう守りたくなった守りたくなったどう守りたくなった <laughs> だって <laughs> <なに>、内 <laughs> 容よく振りがわかんないから <laughs>。買ったばかりのスニーカー初めて履いて落ち着かないのはどうしてだろう 真っ白なままで、イラリアしない、いつか汚れてしまう、これからの道、少しずつ、理想と現実、妥協しながら、誰も、大人になるんだ。流され、花色の日差し、未来の制服、ただ並んで飛ばせて、 期待しなかった、こんな世界にも、極かなものがあるって、僕は、死た、小さな奇跡ハクサどう今、守り、守り、天才高橋は守らなくても大丈夫な感じが、すごいする。ただ守りたくないだけでしょなんかすげえ、ありがとう。 優勢前の子のまりたいもんね。あ、風味んじゃん風味んじゃんねえ、風味。なんかムーミンみたいな子。風味。その元気を分けてください。あのね、マイティンみたいに元気になりたいんだったら、寝ればなるから。もう何時間も寝てごらん休みの日に。もう、マイティンは休みの日には絶対13時間以上は寝るの。うん。うん。 だから、そうすれば、元気になるから、みんな。うん。いや、でも、やっぱり、マイティンから見て、シュークリームロケッツは、守りたいなって思っちゃう。守りたいって <laughs> あんなもう、可愛い子守りたいってなっちゃう。だから、マイティンもそうなろうとした。でもダメだった。 マイティもくしゃみがダメだから。はぁくしゃもうリアルのくしゃみがいいんだよね。はぁい <laughs> ダメだ。ダメだ。マイティにはできない。シュークリームロケットにはなれません、マイティは。じゃあ次、ど、どこ行こうかなど、どれがいいかな逆に守って。いいよ、守ってあげる。守ってあげる。何俺は王林のこと。 命かけて守るって約束してるから。はい。もう、はい。いいです。はい。もう、そうしてください。よそばよそ。うちはうち。ああ、外うちはお庭鬼は外服はうち眉はうちだから、服はうちもっと歌って会いたかったー。会いたかったー会いたかったー会いたかったーイエ 会いたかった会いたかった会いたかった !Yes! 君に自転車全力でペダルこぎながら坂を登る影に、間違えた。風に膨らんでるシャツも、あ眉、まあ、ね。 ニゴ生の時頑張ったわ。途中、いや、だって表間違っちゃったんだもん。頑張って、あの前に、なんか、やっぱり、みんなが喜ぶ歌は、なんかアイドルソングかなって思って、本当だったらば、まあ、私は、イーガルさんも、普通に歌いたかったけど、でも、みんなが盛り上がる、 曲って言ったら、こういう曲かなって思って、ちょっと、頑張って練習したんだけど、でも、音程間違っちゃって <laughs>、途, <laughs> 途中で笑っちゃった。途中で笑っちゃった。ありがとう、セントマヒロチッチ。イガルズ好き。 そろそろ帰るわ。反省会しよう。なみんなで。マイティンはニコ生の時、どうして12%くらいしか取れなかったか。はい。皆さん、意見を出してください。正直でいいです。はい。私がもう、あのメンツの中では本当に人気がないということは、承知をして、もう承知して分かっております。歌ももう音程がバチリだって、途中で笑っちゃって、それも反省点だと思います。皆さん、 スまん、みたいに入れた。イケマチ組なのに、グッドティアーズが勝とうって、グッドティアーズが勝って欲しくなかったのいや、でも、あの、ビリではなかった。ビリではなかった。定数的にビリではなかったかな。うん。ナ <laughs> イダラはもう本当に、もう、嬉しいわ。いい人。 わあ、もう嬉しいわ。嬉しいわ。この中にも、前に投票したよって言う人もいるけど、投票してない人もね、たくさんいると思います。はい。あ王林好きなら前に入れるはずだよね。筋肉王林。青丸はどっちに入れたの 今は反省会をしてるんです。あ、モバメ届いたモバメ、みんなも、読んでね、マイティのモバメ。いますね、絶対。ありがとう、アンバ優勢大丈夫だよ。大丈夫だよ。 まあ、マイティーンが歌う下手くそだったっていうのもあるね。はい。頑張って歌いました、でも。え筋肉王林筋肉王林が多分来たら、もうずーっと、王林は渡せないから。王林、王林は前のものだから。もう、諦めなっていうかんね。うん。撮った方がいいと思う。 ルカチのモバメも同時に届いた。あ、本当に水色ルッさすがだわもうマイティもカラオケ行きたい。マイティもカラオケ行きたい。カラオケ行きたい。そんなん行けないやん。<laughs> いや、来るべきでしょ。そこは、よし、わかった。俺のオーリンアイを伝えに行くべ。 ってなるでしょうなるっしょそう、そういう風になるでしょう俺の方がオーリンアイ強いんだぞかかってこいよみたいなるでしょうなるでしょうねえ逃げちゃうのマイティの勝ちになっちゃうよ筋肉オーリー。一人ラーメン。何言うの ?MJ!MJ! MJ それは言っちゃダメだよもばめ撮ってる人だけだよ MJ! それはマイティのモバメが、モバメ撮ってる人だけあ、そうだよねあ、そうだよねって思うのはマイティのモバメ撮ってる人だけでいいの。はい、よろしい。歌うまいのやろうまくないよ、マイティ。あもう、鼻水が。マイティオーリオと仲良し。 うん、うん、うん。ダ、うん、イダルもやろうとしたのね。ダメだよ。オーリ林ーにハグされ、いや前だっていつでもハグされるから、オーリ林ーに。ねえ <laughs>。いいでしょ、筋肉オーリ林ー。いいでしょ。いいでしょ。 ねえ、ごめん。ちょっと意地悪しすぎた。筋肉おりやまないであげて。<laughs> あ、泣いちゃうだって。<laughs> マイティー握手したらハマっとるんよね。ほんのに優勢前は覚えてるよ、優勢の顔もおっきい優勢はおっきい福岡の優勢あれテルト、テルト音声行ったんだっけいいなー あ、違かったっけでも、優勢、王政行ったって言ってたよねいいなー<笑>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 いいなールカジ、柱、<laughs> 大丈夫。大丈夫。マイも、電柱柱に頭ぶ、あ、電信柱か。電信柱に頭ぶつけたことあるから大丈夫。こうやって四隅してて、 歩いてたら、ぶつかって。ターンコーブできた <laughs>。え、オーリーさんのハグ、え、マイのハグはえ、マイティのハグはあー丸マイティのハグは欲しくないんだ。そっか <laughs>。次は、20日まで我慢。みんな知ってる ?20 日って20日って言うんだよ。知らなかった人、この中にいるでしょ マイティのこのバカって言えないよマずっと待ってくれる。待つよ。待つよ、マイティ。番長早く青森に来て。番長青森、青森県民になりそうだわ、でも。筋肉王林、格好、後世番長は、 多分、来年か再来年あたりで青森に引っ越すと私は予想します。はい、予想します。五万さすがや五万もう、さあ、私服の撮影会の洋服を今から悩んでおる。悩んでおる私、私、うん。何がいいと思う ちょっとコスプレしたい気持ちもあるんだよねーとか言って。<laughs> 太陽ありがとう。あ、ゆうせいありがとう、ゆうせいありがとう。あし、明日誕生日なのあ、そういえば言ってたね。明日やるよ、ショールーム。よかったね。マイティンがやる気あるから。 ちゃんとショールームやる。お誕生日祝ってあげるね。祝ってあげるね。マイティ最近ケーキ食べてないからケーキ食べたいな。なんて。<laughs> マイティなら何でも似合う。ありがとう。友達は私できません。<laughs> できない。私友達いらないって思ってるから。 欲しいけどいれません。明日夜やるかは決めてません。決めてません。あなたは、うん、なんで説教なんだろうね。なんで説教なんだろうね。なんかそういう気分にな、そういう気分なのかなマイティンか。筋肉降りは、 もう、負けを認めさせたいっていうか。だから説教だね。いや、友達作るの苦手なんだよね。そして裏切られる、私は。私は、釣ってあげるよ釣ってあげるよでも釣ったって逃げるやんねえ釣ったって逃げるやん マイティのことニ押しにしてくれてもいいんだよねえ。ニオしにしてくれてもいいんだよ <laughs> マイティのことオーリー以上に好きになってもいいんだよねえ、みんな。オーリオと最初なんて話したのまず、オーリオはま、ま、前のこと最初めっちゃ怖いって思ってたらしくて。ね、マイはもうすごい可愛い子が好きだから。あ、この子。 年も近いし、てか同じ年だと思ってた、最初に。オー応オのこと。<laughs> はるき、舞押しになっちゃう舞押しになっちゃうねえ。舞 <laughs> が好きあー、嬉しいそれは嬉しいわ。一目舞にめれたんで仕事。頑張れ頑張れアキトとは違う君はアキトくんは違う 本当は一押しがいいよ。本当は一押しがいい。私は本当は一押しがいい。<laughs> 本当は一押しがいいです。ね <laughs>、もそう言っても、一押しになってくれる人はね、少ないんですよ。少ないんですよ。 だから、どんどん徐々に、二押しからさらに一押しへと上がってもらうという。はい。<laughs> 水色厄介好きなんだけど。倒しや、水色厄介って前のこと。もうそういう人大好きよ。もうね、レスン送りたくなっちゃうもん。そういう人。ライブで。もう、真押ししか目に入らなかった。ライブ。実は。 舞ちゃん、私の投稿を見たなんのオーリオとコンビは最強でしょ最強でしょオーリオはもう大好きだから。いやー、みんなあると思うよ。友達に裏切られたことは。私だってある。多分みんなだってあると思う。やばい、嫌われそう。いや、私はもう、 あの、ワイのファンになってくれた方は、もう女神様だから、本当に、本当に、本当に女神みたいな存在です。キラキラ輝いております。はい。いや、でもね、あのラストアイドルっていう戦いの番組でね、素を出すことはできない。うん。 もう真剣だから、ほんとに。それは絶対できないわ。真剣な時は真剣で、マイティはメリハリをつけたいの。なんかショールームはさ、なんか戦いとかでもないじゃん。自分の好きにやっていいから、自分の好きなようにやってるけど、テレビだったら、バラエティ番組とかだったら、もう全然こんな風にしたいし、出たいし、でも、さすがに、さすがに無理。あの番組では無理。 さすがにもう勝ちたいって真剣ながら、ほんとに。友達100人欲しいとか思ってたけど、マイティン。今になって思った。友達って、そんな相手もしょうがないなって <laughs>。あ、優勢じゃあ、真ラーになっちゃった そんなマイちゃんが好き。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンになった嬉しい嬉しいなあ、惜しいそう。え、でもミドル厄介はいいと思う。いいと思う。あ、知ってる。知ってる。だから、頭の片隅にでも、マイティンのことを、 思ってくれれば、それで私は今は十分だよ、優勢。<laughs> 友達100人はいらない。友達は、10人いればもう十分、多い方だと思う。うん。前のおかげで出会えたからね。誰とや。本当か 筋ンニコリもう、あなたの言うことは信じら、タワーじゃんタワーやあーなんか、ごめんね。これは、タワーの歌を歌わないといけない時が来ちゃったようだ。 タワーの歌。忘れちまったな。どういう歌だっけまあ、考えよう。だいだらが48分55秒で立ててくれたタワー。<laughs> 48分じゃない ?49。30分か。

六歩木の六歩木とか。タワーってどこに立ってんの <laughs> 東京の真ん中ら辺に立っているタワーを前のショールームに立ててくれた。<laughs> タワーダンス考えてない。マイティー夜行性なの。ごめんね。 港区といえば港がたくさんあるんだよ。<laughs> 港の中にタワーが立ってる。どっかの公園の中に立ってる。タワーが眉のショールームの星まみれの中に立ってる。<laughs> 熊もだったよ。 ああ,あ、我らのタワー。<laughs> オレンジ星の隣なへん。熊のタワー立ってるよ。熊のタワーの隣には、東京タワーが立ってるよ。<laughs> カウンターイガット感動の宿に、こう <laughs> あらら、ダラの上に立ってるよ。なんでダ,イダラが立ててくれたのに、ダ,イダラが1位に来ないんだ。1位を祝福したいのに、すがも嬉しい、生徒のひろちっちも嬉しい、仲も嬉しい、ダ,イダラも嬉しい。<laughs> MJ 嬉しい、みんな嬉しい。<laughs> 困った。まだ続いてほしいまだ続いてほしいわらわら。まだ続いてほしい,まだまだまだい,しいもう一回。 マユティの今日の洋服は、グッドティアーズ洋服だよ。マイティグッドティアーズの洋服、三枚持ってるんだよ。えええええ,えちょっと待ってあっちゅう、君が君がくしゃみした瞬間にえ、え な、なにえ私何が起こってるか分かんないんだけど。ええジョジョ園高橋舞って書いてあったよね <laughs> え。ええええそジョジョ園高橋舞さんで合ってる <laughs> え、ちょっと待って。え、え、えええ、ちょっと待って <laughs> え、ね、嬉しさが隠しきれない。え、えちょっと待って。ジョジョエマユ。<laughs> え、え、ちょっと待って。マユラーやんしかもえ、嬉しいんだけどタカさんもありがとうルカチュアなのに。え、え、なにえちょっと待って。え、ちょっと待って。 タワーの歌を求められてるってこといいよ。じゃあ歌ってあげる。今日の日付は4月25日。水曜日と言えば、タワーが立ってる日。あれ間違えた。言えば、ウェンズデー東京に、東京タワーは一本。 でも、眉のショールームにはタワーが3本 これは世界遺産になってもおかしくない。世界遺産になってもおかしくない。なんで世界遺産にならないの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 ,ななないの東京タワーが三本立ってるということは、もう絶対ここの部屋電波がいいじゃん。電波がいいじゃん。電波がいいじゃん。 電波がいいじゃん電波がいいじゃん電波がいいじゃん <laughs> 日本に3本東京タワー,ーこんなところないよ絶対電波いいじゃん絶対電波いいじゃん <laughs> ちょっとうるさいって言われた。ゆかりありがとう。 ジョジョエより高橋真優が立ててくれた。真優と同じ名前の方。ジョジョエよりも東京タワーの方が好きなのかマイティはジョジョエよりも東京タワーの方が好きだよ。ジョジョエは美味しいけど東京タワーの方が好きだよ。マックグッドティアーズと色同じ。タッカさん、タッカさん。 最初の前の名字と名前が同じ。<laughs> 高橋真由、高、同じ。<laughs> ルカチアなのにどうもありがとう。実は真由良隠れ真由良かな実は隠れ真由良かなでもルカチィアー。鳥舵ありがとう。ダルマありがとう。ダルマと星の横に三本の東京タワー。 ナップといえば、帽子がないと、できないよ。そうですよ、だって。<laughs> 隠れまゆらーだった。そっか。マ <laughs> 真っ赤のだるーの中にたけたわー真っ赤のだるーの中にたけたわ,ーたわーこれは世界三級にすごいこと。 絶対世界遺産になっちゃうよまあ、ゆのショールームは世界遺産絶対世界遺産登録よろしい登録お願いします東京タワーは3本だるま百100個わかんないけどだるまが100個くらいあった今、だるまが100個くらいあった <laughs> いや、ずっと歌は考えれば出てくる。何 そして鼻水も出てくる。<laughs> ええー、もうなんかすごいんだけど今日タガさんありがとう。隠れマユラーだと初めて知ったよ。それは本当かねマイティ信じるよ。マイティー好き、ありがとう。マユラー隠れてんのね、出てきてよね寂しいから出てきてよ。 ねえ、東京タワーの歌はこんくらいでいいのかなありがとう、お花束。絶プの時のお花束もありがとう。がっつりカニャンが好き。 <laughs> ちくわなんて食べちゃうかんねん。たぶん毎日んちくわあると思うよ。食べちゃうかんねん。ちくわなんていなくなっちゃうかんねん。食べちゃうから、マイテんンが。かっつりわかなちゃんが好き。まゆてんは。まゆてんは。まゆてんは。わかなちゃんが好きでもいいけど、まゆてんは。 食べられたい鼻水がめっちゃ出てくるんだけど。いや、ちくわはどこにも行けないよ。だってマイが食べちゃうプロレスも行けなくなっちゃうからね。プロレスも行けなくなっちゃうから鼻赤。ピグミンのおかげ いや、鼻水がすごい出てくるんだけど。<laughs> 足に笑われたんだけど。なっ <laughs> 1>, !1 位、高さん。2位、大だ,だら。3位、ジョジョインより高橋真優。ワン、ツー、スリーテンション高い子好きやわ。 ありがとう。多分、マイティン好き。嬉しいな、すぐル嬉しいな。来てくれたもんね、すぐる。嬉しい。逆に前のところ行くわ。食べちゃうかんね。ちくわなんて食べちゃうから。なんじゃない冷蔵庫の中にちくわなんて。こないだ食べたから、ちなみに3本も。ちくわ。どうする食べたら、あなたはいなくなっちゃうんだよ。 <laughs> ちょっと待って怖い今日ね今日怖いんだけどねね今日怖いんだけどえ <laughs> ねえちょっと待ってもうちょっと待ってもう、しょうがないからちくわなんて許すねねどうしようねうど,どうしようさあ、歌おうってもう歌がないどうしよう タカさん、隠れマユラーにも程があるよちょっと。<laughs> 本当にあなた、隠れマユラーねえ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。ねえ。 さすごすぎないもうタカさんのためになんかするしかないっしょ真夕いや MJ そんな大丈夫なんだよトップアイドルじゃんいやそんなことないありがとうございますありがとうございます ありがとうございます。これはタワーの歌を歌うしかないな。すぐるありがとう。今ちょっとタコが来たからちょっとありがたかった。すぐるありがとう。真っ赤のたこ焼きの大阪の中にタコと、ちょっと待って。 タコと言えば大阪大阪と言えばタコ山本線ゲーム。山本線ゲームタコと、なんだっけ山本線ゲームってどうやってやんだっけ忘れちゃった。ちょっと待って。<laughs> ちょっと待って。<laughs> 待って。ほんとに、ほんとにもう歌が歌えないくらい嬉しいんだけど。歌が歌えないくらい嬉しい。ちくわありがとう。 え、ちょっと待って。ちょっと待って。今日これは頑張ってジムに行くしかないよね。きっとそうだよね。どうしよう。え、どうしよう。ね何、どうしよう。何がすればいいんだ。関西弁じゃあいいよ。じゃ関西弁で、ね、嬉しさを言うね。まあマジでさ、本当に、本当に嬉しすぎるんやけど、ね 聞いて、ちょっと、嬉しすぎるんやけど、もうなんか、なんで、大阪に、こんな東京タワーが立ってるんやで <laughs> なんで、大阪にこんな、4本も東京タワーが立ってるんやで <laughs> どうす、どうするんやでほんまどうすればいいやでちょっと、 赤といえば、グッドティアーズカラーだけども、なんで大阪に東京タワーが立ってるんやでいや、関西弁やし、関西弁やし。いや、鳥カジハートありがとうや。ありがとうせ。なん、東京タワー用できてるな用できてるな どうやってできてるんや、これ。なんか、赤い棒と銀の棒が、こうわーってなって東京タワーってできてるんやな。すごいんやな。ねえ、みんなすごいと思わないかみんな聞いてるかなんかすげえな。ここ電波めっちゃいいんやねえかな。どう思うかな。<laughs> <laughs> えだから大阪弁じゃなくて関西弁だってありがとうまゆありがとうありちゃんがまともに歌ってた茨城の方茨城といえば牛久大仏何「電話いい」「電話いい」 相手感が感覚へ行かれてる電波はいなんかタワーといえば電波って感じがするんだけどちょっと待って え、ねえねもうな、なにねえ。ねマリで遊んでる君はねねえ、ワ、ね、オじゃん、ワオだよ。ねどういうことねえ,え。ちょっと待って。うん、無理なんだけど。これはタワーダン踊るしかないでしょ。もう、やばいんだけど。もうちょっと今日可愛いよ、着ればよかったわ。 スリーで踊るしかないっしょ。はい、マイティがスライディングいきます。<laughs> <laughs> マイティヘッドスライグスライディングしたいと思います。 できなかった。ひり明日の空を見上げるため、この日を生きているんだ。どんなに辛い今日だとしても、 終わるんだ、そして、星が輝くよ。<laughs> 足切れもう、ねねもうね、ねねどうすればいいの ねどうすればいいマ言マイティのところ戻ってきたらもうすごいことになったでしょじゃあスリル踊るねマイティ一人でごめんねしかもマイティ男性たくそだしスリル疲れるんだよな 入りつくようなスリル。今僕は生きてる。心から添える瞬間もめて。泣き出しそうなスリル。何度つまずいたって。また歩き出せばいいよいつだって。未来はここから始まるんだ。 ルルルルバグだらけの感情を街のノイズに埋もれて僕はここにいるんだよ声は届かないやっぱりやっぱりや人がいないと ってもあれだね生えないね <laughs> 固まっちゃう。 どうしようどうしよう固まっちゃうタカさんす,すごすぎないいやなんか頭おかしいっていう言い方調べよえないよえんかほん,んえほんとにやばいんだけどえほんとにやばいんだけどありがとう え、たは嬉しいけど、このなっていうの、感覚は久しぶりすぎる。<laughs> もうなにー、ほんとにおかし、もうなんかもう <laughs>。かさん <laughs> じゃあ、愛理ちゃんに負けじと。もし5分前に戻れるなら何をしますか 私は先の辺でもう一度したい。なんか、どうしてあんなにそけなくするしちゃったのあなたの前だとなんだかうまくいかない人生は。ダメだまゆこの歌じゃない。でも泣いて笑って。 少しずつ、あれなんだっけ忘れちゃった。ねえ。あと、愛理ちゃんって何歌ってたっけちくわはもうよくわかんないわ。もう君よくわかんない。よくわからない。なんか君よくわからない。翼じゃん。もうタカさん神なんだけど。 頭上がんないわ、タカさんに。<laughs> <laughs> あ、そのノリよき。鼻で笑われたわ、私。<laughs> 学園天国って何学園天国って何優勢、<laughs> 生バイバイ <laughs> よくわかんないブーメラン。はい。<laughs> あ、はい。あ、はい。<laughs> もう草のブームは終わってるよ、赤さだな。草のブームは終わってるよ。へぇー、へぇー、へぇー、へぇー,ー,ー、ああ前、その歌あんまわかんないんだよね。気づいたらたまご本ね、ほんとにへい。へいはへはい。へ はい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 みたいなやつでしょマイティンいつまでやるのハンまでやろうと思ったけど、じゃあもう終わりにしていいのマイティン。いや、ガチで15分に終わらしたらジム行こうかなって思ったけど、ハンに、ま、終わらしたら迷うな。どうしよう。今日は、タワーを5本も,もらった嬉しさで、嬉しさで、もうそのまま、 ジムに、もう、わーっていって練習しに行くか、それか、もう、家でゆっくり筋トレをするかで迷ってる。いや、仕事なのに大丈夫なの、逆に。いや、ボクシングジムだわ。ビ e will rock y ララー、ロー、ロー、ロー、ワッ、ワーワー <laughs> ってやつじゃないのビービル l l r o c ってやつ。

前のショールームはそういうショールームなんでごめんね。いや、ショール、ショールームじゃない。うん、違う。ボクシング続けてるわ。だって、筋肉降りに勝つためにボールに、あららららああもうちくわなんて食べちゃうからねえ、<笑><笑>ジム行って練習するんだよ。 あー好きボクシング。じゃ練習していこっかな。終わらせて。20分になったら終わらせよう。それでボクシング行ってくる。今日は体を動かす日にする。マジで、本当に、イは、もう全然ボクシングとか行ってなかったけど、これからちゃんとボクシング行って、自分のね、個性を、ちゃんとしっかり、前の個性は、もう、ボクシングだから、ちゃんと自分の個性を磨こうかなって。 思って、る。から、ちょっと、頑張る。マイは個性の塊やん。いや、褒め言葉だって分かってるよ。何マイティにもっと早く出会いたかったな。嬉しいんだけど。嬉しいんだけど。嬉しいんだけど。いや、マジで言ってなかった。本当に。 マジでショールーム、あの、ショールームを週5でやるって言う、言った日あるじゃんその日からちゃんとボクシング行こうと思ったんだけど、内野会や行って仕事が続いて、で、ジム閉まるの、10時だから、だからもう行けなくて、行けなくてですね。だから、もう今日は行ける日か、だから、ちょっと今日行こうかなって思って。それとも、明日、もう遅いから時間、 迷ってるんだけど、うどうしよっかな。そう、いいことなんだけど、ちょっとやっぱり、筋肉降臨に負けないためには、行くしかないね。そう、仕事が続くことはすごいいいことだから、もうそっちの方が嬉しし、うん。旦那ばっかり嫁のこと大好きで、なんか悔しいからもう好きとか言わない。 きつい固める。じゃあ、前ももう青丸に好きって言わないわ。いいよ。いや、前の方がいいパンチしてると思うよ。絶対そうだから。負けないから、もう。マイティンガリガリに痩せてやるから。<laughs> あ、大丈夫。全然無理してない。もうマイティンは楽な生活ばっかりだから。うん。 楽に走って、今、に至る。巻 <laughs> いていいパンチしてるから <laughs> 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 この部屋めっちゃ暑いんだけど。え、前、青丸好きって言ってるよ本当に。 好きだったのにな。マイティのショールーム来てくれる人結構大体好きだから、まゆ。大体いいっていうかみんな好き、マジで。マジで。天才高橋弱そうとか言わないで。これでも男とばっかり、まゆはスパーリングをしてきた人だよ。同い年の。結構、前の方勝ってたと思うんだけどね。うん。 マイティンだから強いと思うよ。マイティンより、ちょっと体重が細い、あの体重が低い人だったら、多分、マイティン勝てると思うな。がっつり若菜ちゃん推しなのに。高成は前に見向きもしないだからちょっと嫌いって言っとくわ。高成嫌い いや、オーリンは、マイのことが好きかな。うん。あ、当たらないかもしれないね。マイティン受けるから。マイより体重低いって、そん、何 <laughs> わかんないよ。マイティ意外と体重あるかもしれないよ。100キロくらいあるかもしれないよ、マイティもしかしたら。 もう、頑張って隠してるだけで、本当はボヨンボヨンかもしれないよ。そういうこともあるんだからね、みんな。あなたの推しもそうかもしれないよ。もう本当は、もう外見、もう超細い超細いかもしれないけど、もう、体重計乗ったら、どん100キロみたいな。かもしれないよ。マイティもそうかもしれないけど、あなたの推しもそうかもしれない。<laughs> カツ丼はそれはやばいよ。カツ丼絶対もう勝てる気しかしてないもん。ちょっと前も頑張らないと。あと1ヶ月くらいでしょちょっとそれまでに頑張るわ。こんなに会いたいのに土曜日のイベントに机に置きっぱで手紙持って。<laughs> じゃあ私の事務所によろしくお願いします。 そうかもしれないよタカさん。タカちゃん、タカちゃん。<laughs> マユティンは一応、細いかもしれないけど、もしかしたら、みんなが思ってるより筋肉があるかもしれない。だから、体重重いかもしれない。うん。ね、眉嫌いって言わないでよ、つばさん。マしかって書いてあるじゃん。反対言葉でもやってんの じゃあ今からもう反対の言葉しか話さないから。あ !0 ロキロでもいいオッケー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 わかったじゃあ0ロキロになるね。じゃあパンチして、して、もらわない。ああ。パンチもらわないかもしれないね。うん。 そっか渋谷からの原宿、いい道じゃないよね。いい道じゃないよね。うん。もう、ひょろひょろが好きなんだ、アシュって。アシュってひょろひょろが好きなんだ。へえ、そうなんだ。じゃあ、マイティひょろひょろにならないとじゃん。 いや、パンチしないよしないよいやー、しないと思う。うん。ごめんね。しないと思うからごめん。頭いいから反対言葉できてるよ頭いいから反対言葉できてるよね頭いいから反対言葉できてるよ あ、青丸眉に関心があるの。そっかそっか。そっか。してほしくない。そっか。そっかしてほしくないか。わかったわかった。わかった。伝 <laughs> ょっ,と待って、伝ょって。この場合はどう言えばいういんだあ。 わかった。じゃあ、高成に、20日の日に、あのー、ありがとうって言うわ。ありがとうありがとうありがとうって言うね。オッケーオッケーオッケー。<laughs> オッケー。全力でパンチしない。<laughs> オッケーオッケー。そう。バカ高橋だからね。そう。バカ高橋だから。うん。めっちゃ嫌い。 そっか、そっか、そっか。そうだよね。土着そ嫌い。あ、土着そってどういう意味 <laughs> <laughs> この場合はどう言えばいいんだキッ,クキック、キック、キック、キック。前よりトキちゃんが好きか。うん、そっか、そっか。 眉ヤッホーあーまるヤッホーな、な、話長いよ、タカさん。タカッチー。タカッチ話が長くて反対にできない。眉嫌い。めっちゃ嫌い。一生幼い。超絶嫌い。本当に嫌い。 嫌いすぎてやばい。緑でパンチして。<laughs> 体育祭でタオルマイベ作らないで盛り上がるね。あと、あとでおごるね。爆笑。そろそろ仕事に戻らないね。またやるとき行かないから。 待たないでね。<laughs> 反対コードは疲れんね。疲れるからやめた。疲れるからやめた。ゆま、ゆま、ゆまねーね。ま <laughs> るにのい星、の、い、ほし、 ずつと、ず、が、んかじの子、子 <laughs> びっくりゆま、ゆま,ーゆまーねえね。<laughs> もう疲れたたのぬき変わった。変わったのいやほんと好きよ。本人が好きすぎるだけ。 時間大丈夫やばいね。もうなんかチーム行く気なくなっちゃった <laughs>。どうしよう <laughs>。行きたいけど行く気なくなった <laughs>。いやでも行ってくるまいてやないから1時間でも練習してくるということで、バイバーイバイバイ本当に終わりバイバイほら、最後に眩しくしてあげる <laughs> ちょっと急いでいくわ。バイバーイ Bye bye! Bye bye! Bye!